こんにちは、にじこです。見ましたか皆様、高井さんのインスタグラム、高井さんっていうのかな、 TAKAY、 風さんのね、 GQ ジャパンの写真を撮った方ですね。そのインスタ見たらね、皆さんたくさんコメントでもいただきましたけど、またイケ散らかした写真が載ってましたね。なんか天を仰いで目を閉じて、なんかね、こう船から、船っていうか、何ですか、船ですか、ちょっと身を乗り出してね、いやー、こういう写真いっぱいあるんでしょうね。ちょっと小出しでいいから全部見せてほしい本当にねえ、願わくばフォトブックなんかにしていただけたらね、嬉しいなって思うんですけどね。ね、いやー、もう本当ありがとうございますって感じです、もう、そう。そしてね、またコメントなんですけど、マスク情報いただきました。ほら、ブルーインパルスを見てた風さんのね、ストーリー上がってましたけど、ちょっと面白い形のマスクでね、もうすごいね、皆さんね、あのマスクはビクトリアンマスクというマスクだそうですよ。で、なんか韓国製だとかっていう話もあるし、それで5枚セットで結構お高いという話もあれば、スーパーで30枚908円って話もあれば、まあちょっといろいろ錯綜してるんですが、私はネットで見つけてちょっと、まあお高めかなと思ったけど、でもちょっと買っちゃおうかなとポチっちゃおうかなと思ってますけどね。なんか色もいろいろあってね、ピンクとかグレーとか黒とか白とか、なんか口にくっつかないらしいんですよね。それがいいですよね、不織布でできててね、実用的なんでいいかなと思いましたね。はい、情報ありがとうございます。そして昨日一昨日あたりね、見つけたんですけど、ピアニストの方がね、プロのピアニストが藤井風のキラリを分析っていうチャンネル見つけたんですね。なんか流れてきたんですよ、ムッチャンネルっていうんですけど、武藤さんって方だったかな。なんかね、面白かったんですよ。難しいところはよく分かんなかったんですけれども、もうプロのピアニストさんがもう驚愕するほど、もうなんかお手上げって感じの、もう本当にすごいっていう話をされててですね、いやー、本当すごいなと思って、その音楽家としての藤井風さんのすごさっていうのをね、ちょっと改めて感じたんですよね。いや、音楽家忘れてないですよ、忘れてないけどちょっとあまりにちょっと GQ のインパクトがここのとこ強すぎてね、いやいやいや、風さんはミュージシャンですよ、もうね、いやいや、みんな分かってますけどね、で、多分ね、私思うんだけど、この風さんはその計算じゃなく、こういうなんかすごいテクニックとか、なんか普通じゃ思いつかないようなコードとか、こういうの天然でやってるんじゃないかって気がするんですよね。だからそこがまあ天才って言われるとこなんだけど、そんな気がして、だからこそこのピアニストの方もね、もうちょっとすごすぎると、感動しながら伝えてくれてたんですけどね、よかったら見てみてください。概要欄に貼っておきますんでね。でね、やっぱりリスナーさんからのコメントでこんなのもいただいたんですよ。岡山県城東高校の同窓生の中で、後輩にどんな難解な曲でも初見で弾けるすごいやつがいると噂されていた、その後輩が藤井風だと分かったと、なんか書いてあったって。私もこれね、どっかで読んだんですよ、 YouTube のコメント欄だったような気もするんだけどね。ねえ、どんな難解な曲でも初見で弾けるっていう、
なんか耳コピする人は不読みが苦手とかって話もありますけど、風さんはどっちもいけるんですね。本当に大谷選手みたいですねもうすごい本当に。でさっきから流れてますけど、今日はララランドな気分っていう、あのね、これもコメントでね、ララランドのオーディションが大好きですって方がいて、いやいやいや私もなんですよと思って、もう動画みんな大好きなんですけど、このララランドはねちょっと私特別な、ちょっと別枠な感じがしてて、一人ミュージカルじゃないですかこれ、風さんの。もうねセリフがもう、あのなんでしょう、あのセリフの間合いとか、あのトーンとか、もうあれ俳優さんでしょ本当にね。そしておもむろにピアノを弾き出し、朗々と歌い出す、もう全部一人でやっちゃうっていうね。もうそれで聞き終わったら、もう私最初これ聞いた時はもう呆然と立ち尽くすみたいな、まあ座ってましたけど、もうなんかね呆然ですよ。結構冷静に見るとふざけた格好してるんですよ。だけどもう何ですかこの世界観と思ってね。でどこで見たっけ、なんか時にオペラのように歌うみたいな、誰かが書かれてたけど、あこれのこと言ってたのかなと思ったんだけど、本当に風さんってあの曲によって歌い方がもう全然違って、てかそんなことできるのっていう本当にもうすごいですよね。もうよく見た目がねコロッコロ変わるって言われてますけど、もう歌声も歌い方もコロッコロ変わりますもんね。すごい、もう本当すごい、またすごいしか出てこない。それでねちょっと気づいたというか、本当か分かんないですけど、風さんってビブラートあんまり聞かせないじゃないですか、歌にね。だけどこのララランドはビブラート聞かせてるなと思って、だからこう余計朗々とこうなんかオペラっぽく聞こえるっていうか、あミュージカルって感じで、うん、だからビブラートを聞かせることもできるんだけど、普段はあえてあそれ使ってないんだなと思って、うん、なんか普段はない方がいいのかな、慣れてるからかな、なんかなくていいかなって気がするんだけど、ぼーっと歌うっていうか、ぼーっと歌ってるようで、なんかめっちゃうまいんですけど、なんなんとか、なんか、なんて言えばいいのかな、もうダメ、私表現がちょっとうまく言えないけど、その、ビブラートがなくこうまっすぐ歌うところが魅力なとこだなって感じはしてるんですけどね。でもこれはこれでねまた別なんですよ。本当に何回聞いてもなんかミュージカル一本見たかのような、そんな感動を味わっちゃうんですよね。もう本当にすごいねまあという今日もすごいで終わった風さんの話でございますが、うん、もう全方位全方位がなんていうのかな、こう数字で言うと1から10まであったら10っていうねそんな感じ、うん、はい、ということで今日も風さんの才能ポテンシャルに呆れて終わりますはい、ありがとうございました。ではまた、あそうそう、また忘れるとこだった。今日はねちょっと FM でねついてるって話をしたんですよね。でその早速そのついてるを言ってみたら、ついてることいいことあったよっていう方のご報告と、あと風さんがよく言うないものを見ないであるものにフォーカスっていうね、それがなぜどうして大事なのかみたいな、そんな話とかしてみました。よかったらお聞きくださいませ。ありがとうございました。ではまた。